ちょっと、のぞみさん。嫁としての務めを放棄して、マサトに迷惑かけるなんてどういう神経してるんだい。あんたは本当に最低な嫁だよ。私が教育してやる。あの、お母さん。私が出て行ったのには理由がありまして。そんなのどうでもいいよ。私たちは新しくて、綺麗なマンションに移り住むことにしたわ。同居するって言うなら、新居の場所を教えるわよ。いえいえ、結構です。え。私の名前はのぞみ、35歳の会社員。夫のマサトとは結婚して5年が経つ。夫は現在40歳で私とは5歳差だ。もともと年上が好きだった私は、余裕があり優しい彼に惹かれていった。そして順調に交際を続けて結婚に至った。結婚生活はそれなりに幸せだった。だが数ヶ月前からそんな平和な生活に陰りが見え始めた。俺、クビだって。え、いきなり夫がリストラされてしまったのだ。原因は不景気により会社の経営状態が悪化したから。私はまさか夫がリストラに会うなんて思いもしなかった。なぜなら夫が勤めていたのは大企業だったからだ。このままいいお給料の状態でお金の心配をすることなく生きていけるだろうと思っていた。だが世の中絶対というものはないようだ。一気に窮地に立たされた私たち。私は専業主婦だったのだが、すぐに働くことにした。結婚を機に退職した会社にダメ元で連絡したのだが、なんと幸運にも雇ってもらえることに。ちょうど出産を機に退職する社員がいたらしい。私はこれで首の皮一枚つながったと一安心。これで夫が再就職できれば大丈夫だろう。しかし中年男性の再就職は厳しく、夫は日雇いアルバイトをするしかなかった。給料は月平均7万円程度。私だって5年ぶりに仕事に復帰したので、給料はそんなに高くない。二人で生活するのならギリギリの状態だ。ねえ、ここは家賃が高いし引っ越さない。もうちょっと安いところで節約した方がいいと思うの。生活を楽にするには、やはり固定費を下げることが必須だ。今までは高給取りだった夫の稼ぎがあったから、それなりにいいマンションに住んでいた。だが現実をしっかり見て、今より数万円ほど安いマンションに住むべきだ。しかし私の提案はあっさりと却下されてしまった。ダメだ、ここは引っ越さないぞ。ええ、どうしてよ。今よりも狭くて安いマンションに引っ越したら、母さんに理由を聞かれるだろう。私は意味がわからなかった。別に正直に話せばいいじゃない。リストラされて生活が苦しくなったって。私がそう言うと夫は顔を真っ赤にして声を荒げた。やめろ。母さんにはリストラをされたことは絶対に言うな。別にお前の給料と俺の稼ぎで家賃は払えてるんだから、このままでいいだろう。私はびっくりしたと同時に呆れてしまった。夫婦の生活を守るよりも、自分のプライドや見栄の方が大事なのかよ。かろうじて家賃を払えても、生活が苦しくて全然貯金ができないから、こうして引っ越しの提案をしてるんだろうが。だが夫はこうなるとてこでも動かないので、私は一旦諦めるしかなかった。その後も生活が厳しい日々が続いた。そんな中、夫は私に対してありえない発言をしてきた。なあ、今日の飯ってこれだけ。昔はもっとたくさん品数あったじゃん。お前、働き出したからってサボってんじゃないのか。もっと要領よく両立させろよ。夫の言葉に私はカチンときたので言い返してやった。しょうがないでしょ。生活がカツカツなんだから。私は家事も仕事も一生懸命にやっているわ。誰かさんのちっちゃいプライドから、この部屋に住むことにこだわっているから、食費を削るしかないのよ。
そういうならもっと稼いできてくれればいいんだけどね。私が挑発的な発言をすると夫は、なんだよ、当てつけのようにそんなこと言ってくんなよ、と切れた。今に見てろよ。またいい企業に再就職して、お前より稼いできてやるからな。そのように怒る夫。いちいちめんどくさいやつだなと思うが、これで夫のやる気に火がついたなら、それはそれでいいかと自分を納得させた。しかし、もともと再就職ができなくて日雇いのアルバイトをすることになった夫が、今やる気になったところで再就職先が決まるなんてことはなかった。勉強をたくさんして資格を取ったとかならわかるが、別にそんなことはせずにアルバイトをしていただけだ。夫は毎回面接のたびに面接官に軽くあしらわれたり、年下の面接官にヘコヘコしなきゃいけない状況に嫌気がさし、結局就活をやめてしまった。あれだけ私に啖呵切ってお前より稼いでやる、と息巻いていたのにもう断念したのかと、がっかりした。そして私の悩みというのは夫だけではない。そんなことを言っていると、今日も早速着信が来た。仕事中にもかかわらず遠慮なく電話してくる相手は義母だ。午前中だけでも10件以上も着信が残っている。昼休みの間に折り返すと、義母は第一声から声を荒げていた。ちょっと、あんた電話はすぐに出なさいよ。お母さん、私仕事中だってこの前も説明しましたよね。あんたのお遊びみたいな仕事なんてどうでもいいのよ。私からの電話を優先しなさい。義母は1年前に義父を亡くしてからというもの、私にやたらと連絡してくるようになった。おそらく一人きりになって寂しいからなのだろうが、電話の内容はいつもちゃんと夫のことを支えているのかという監視的な内容だった。そして最近、私が仕事を始めたと聞くと鬼のように怒り、今はこうして仕事中に鬼電してくるようになったのだ。それでちゃんとマサトに話してるのかしら。一向にまともな返事が返ってこないんだけど。すいません、同居についてはちょっと難しいです。あなたの意見なんて聞いてないのよ。マサトが反対するわけないんだから。いや、夫もまだちょっと難しいって言ってますよ。それに今私たちは経済的に厳しいですし。経済的に厳しいだなんてありえないでしょ。マサトは大企業で働いてるのよ。高給取りなんだから生活には余裕があるでしょ。そのように言われて私はいつも言葉に詰まってしまう。夫からは義母にはリストラの件は言わないでくれと口止めされているので、本当のことを言えないのだ。そのため義母は私がわがままを言って働いていて、しかもそれなのに生活が苦しいと嘘を言っていると思い込んでいるのだ。義母の電話はしつこく、仕事中だけではなく夜家にいる時にもかかってくる。大体ね、妻というのは夫を支えることを優先させるべきでしょう。そして夫を大事にするということは夫の母親も大事にするということ。ここ最近は全然こっちに顔を見せに来ないじゃない。いい加減遊びに来なさいよ。そんなことを言われても、私は会社員としてフルで働いていて疲れ切っているし、それに夫の日雇いのバイトは休日にもある。だから私と休みが合わないのだ。すいません、夫婦二人とも忙しくてなかなか予定が合わなくて。あんたの都合なんてどうでもいいのよ。それにマサトは土日は休みでしょ。どっちかに来ることはできるじゃないのよ。相当不満が溜まっているのか、義母はそのように食い下がってくる。私はそろそろ限界だと思い、夫の真実を伝えようとした。いや、夫は現在土日も働いていまして。え、どういうこと？実は、私が真実を言おうとした時、さっきまでソファーで寝転がってテレビを見ていた夫が駆け寄ってきて、私のスマホを奪った。あ、
母さん、ごめんね。最近会いに行けなくて。実は今、大型プロジェクトの仕事をしていて、休日出勤もしてるんだ。落ち着いたら、ゆっくり母さんに会いに行くから。そう言って夫は電話を切り、私にスマホを返した。ちょっと、勝手に何するのよ。お前こそ、何勝手に母さんに話そうとしてるんだよ。もう正直に話そうよ。このままだといつまでも勘違いしたまま、私にあれこれ言ってくるわよ。それは気の毒だけど、母さんにはバラすな。もういい加減、そのちっちゃいプライド捨てたらどうなのよ。うるさい。今まで俺に食わしてもらっていたくせに生意気な口を叩くな。夫はそう言って自室にこもってしまった。ただでさえ生活がままならず、ストレスが溜まっているというのに、そこへ来ての義母からの嫌味に夫のわがままが加わるともう限界だ。夫は日雇いのバイトの仕事が大変だと言って、家事も全くしない。とは言ってもフルタイムで働いているわけではなくて、土日に働いて、平日は週に1、2回仕事があるくらいだ。まだまだ働き盛りなのだから、掛け持ちでも何でもして収入を増やしてほしい。それか家のことを覚えて、家事を率先してやるようにしてほしい。自分はちゃんとしていないのに、私に家事を丸投げして仕事も私の方が稼いでいるのに、いろんなことに文句をつけてくる夫に嫌気がさし、私はしばらく家を空けることにした。1週間ほど実家に帰省して、夫に家事の大変さを分からせてやることにしたのだ。私は両親には今の家の状況を細かく教えていた。だから私には、早く離婚すればいいのに、と言っていた。それでも私は夫とは恋愛結婚だったし、5年も結婚生活を続けたので、簡単には離婚に踏み切りたくはなかった。離婚するのなら、やれることはすべてやって改善を試みて、それでもダメなら離婚しようと考えていたのだ。私が実家に帰ると案の定、夫から電話が来た。おい、いつ帰ってくるんだよ。俺の飯はどうした？私はしばらく帰らないわ。だからその間の家事は全部自分でやって。はあ？ふざけんなよ。バカなこと言ってないで、さっさと帰ってきて家事をやれ。いいえ、帰らないわ。あなたには家事の大変さを分かってもらうわ。家の掃除も洗濯も料理もすべて自分でやって。私が働きながらそれらをすべてやってたことが、どれだけ大変か身に染みてわかると思うわよ。私はそう言って電話を切った。夫からは何度も電話が来ていたが、全部無視してやった。実家での久しぶりの生活はとても快適だった。家事は父と母と3人で分担すればいいし、母は疲れたでしょと言って手料理をたくさん振る舞ってくれた。何もしなくても自動で食事が出てくるのは本当にありがたい。そうして私は1週間ほど実家で過ごした。本当はもう少し長くいたかったが、実家は私の職場からはかなり離れていて、通勤に片道1時間半はかかるので大変なのと、そろそろ夫も家事の大変さが分かっている頃かなと思ったからだ。そして久しぶりに家に帰った私。部屋の中はゴミ屋敷になっているかもと心配だったのだが、思っていた以上に部屋は綺麗だった。だがここで私は違和感を感じた。もしかして、そう思って夫の部屋を見に行くと、クローゼットの服とスーツケースがなくなっていた。これは絶対に義母のもとへ行ったな。私はそう思い夫に電話をした。なんだよ、今さら電話してきて。ちょっとあなた、今どこにいるの？実家だよ。まさか、私が家を出て行ってから、すぐに実家に行ったんじゃないでしょうね。その通りだよ。何やってるの？それじゃ意味ないじゃない。そもそも、お前が出て行くのがいけないんだろ。俺はもう怒ったからな。
もうその家には戻らない。どういうことよ。俺はこれから母さんと暮らす。実家に戻るってこと？ああ、それにただ戻るだけじゃないぞ。新しくマンションを借りて引っ越したんだ。はあ、意味がわからなかった。私が言葉に詰まっていると電話の声が変わった。ちょっと、のぞみさん、あなた自分が何をしたのかわかってるの？嫁としての務めを放棄してマサトに迷惑かけるなんてどういう神経してるんだい。あんたは本当に最低な嫁だよ。私が教育してやる。あの、お母さん、私が出て行ったのには理由がありまして。そんなのどうでもいいよ。私たちは新しくて綺麗なマンションに移り住むことにしたわ。あなたも来たいでしょ。同居するって言うなら新居の場所を教えるわよ。きっと義母は未だに何も知らないのだろう。私はこれは逆に好都合だと思った。いえいえ、結構です。え、私がすぐに断ったので義母は間抜けな声を出していた。だから私はそちらには行かないです。あなた本気で言ってるの？マサトが私と一緒に暮らすってことは、あなたはこっちに来ない限り一人で暮らすことになるのよ。マサトに養ってもらってるあなたは一人じゃ生きられないでしょ。ご心配は無用ですよ。私は一人なら十分に生きていける稼ぎがありますから。一緒に住まないなら私たちが夫婦でいる必要なんてないですよね。なので夫とはもう離婚します。え？私が離婚というワードを出したので電話越しに義母と夫が驚く声が聞こえてきた。ちょっと待てよ、のぞみ。何も離婚まですることないだろ。もうあなたと結婚生活を続けることは無理よ。あんたみたいなダメな夫から早く離れたいの。私がそう言い夫をバカにすると義母がぶち切れた。ちょっと、マサトに向かってなんてこと言うの。あんたみたいな嫁なんてね、こっちから願い下げよう。マサト、さっさと離婚しちゃいなさい。いや、私が離婚届を用意するわ。このクソ女が離婚を切り出したことを後悔しなさい。今さら謝ったってもう遅いんだから。同じ言葉をそっくりそのままお返ししますよ。私がそう言うと電話が切れた。おそらく離婚届を持った義母と夫がここにやってくるのだろう。逆に物事が思うように進んでありがたい。私は夫が自分を悔い改めようとせずに義母のもとに帰ったことでもう完全に見切りをつけた。彼が改心することはもうないだろう。だったら一緒にいる必要はない。私は義母たちが来るまでの間荷物をまとめることに。すると数時間後義母が一人でやってきた。あれ、マサトさんはいないんですか？あんたと会わせる必要なんてないからね。ほら、これ、マサトにはもう自分の欄を書かせたから、あんたも自分の箇所を早く書いておくれ。そう言って離婚届を私に突きつけてきた義母。心なしか夫の記入欄の文字は震えた文字になっている気がする。あの子は本当に心優しい子だよ。あんたみたいな最低な嫁なのに離婚を渋ってたんだよ。そんな素晴らしい人に迷惑をかけるあんたを私は絶対に許さないからね。せいぜい貧しい生活をして後悔するがいいさ。私が自分の箇所を記入している間、義母が私に罵声を浴びせてくる。夫は最後までプライドが邪魔をして義母に真実を言えなかったんだな。全く本当に情けない男だ。ご実家はどうしたんですか？ああ、売ったよ。だからあんたが来ても勝手に住むことはできないよ。いや、そんなことはしない。いくらで売れたんですか？結構古かったから安そうですが。
あんたにそんなこと関係ないだろ。でも最後に教えてやるわ。とりあえず500万ほどで売れたわ。大した金額じゃないけど、老後の足しにはなったでしょ。新しく住むマンションの家賃はマサトが支払ってくれるし。へえ、よく審査が通りましたね。あんた、何言ってるんだい。マサトは高給取りなんだから当たり前だろ。もしかしてその500万ってマサトさんの口座に入れました？え、ああ、よくわかったわね。ってそんなことどうでもいいのよ。もう離婚する女があれこれ詮索してこないで。未練たらたらなのが丸わかりね。でももう遅いんだからね。大丈夫ですよ。離婚は了承してますから。離婚届は私が出しておきますから。私がそう言うと義母はふんっと鼻を鳴らして去っていった。私はこれであの親子から解放されると一人で大喜びしてはしゃいだ。残りの荷物をまとめて実家に一旦移し、そして自分が住む単身用のマンションを探して契約した。ちなみに私はうまく言葉巧みに義母を挑発したので、財産分与もなしにすることができた。あんたなんかにマサトの大事な財産を渡すわけにはいかないわ。財産分与についての話し合いに参加していた夫の青ざめた顔は今思い出しても笑える。それから2年ほどが経ったある日、見知らぬ番号から電話が。出勤前の朝の時間に一体誰だろうか。もしかしたら仕事関係かもしれないと思い電話に出ると、それはなんと元義母からだった。あ、のぞみさん、助けておくれ。お母さん、私に電話されても困ります。もう私たちは赤の他人なんですから。そんなこと言わないでおくれ。大変なんだよ。どうせマンションの家賃が支払えず、貯金も底をついて困ってるんでしょう。なんでそれを。あの人からそこまで困るまでリストラのこと聞かされてなかったんですね。あんた知ってたのかい。ええ、知ってて何度もお母さんに言おうとしてました。でもその度にマサトさんに口止めされてたんです。そうだったのかい。ごめんよ、のぞみさん。私何も知らなくて。謝るからまた戻ってきてくれないかい。嫌ですよ。あの人は私がどれだけ言っても自分を変えようとしませんでした。そしてお母さんも私のことをずっといびってきましたよね。そんな人とは二度と一緒に過ごしたくありません。そんなこと言わないでおくれよ。もう食べるものもなくて本当に限界なんだ。元義母の話によると、夫はあれからも見栄を張ってリストラの事実を告げずに、元義母が実家を売って得た500万の中から家賃を支払っていたらしい。そしてたまに贅沢をしているところを見せないと元義母に怪しまれると思い、高い買い物や豪華な食事をしていたんだとか。そんな生活を続けていたものだから、あっという間に500万もなくなり、現在の一文なしの状態になったらしい。自業自得ですね。いい加減プライドを捨てて、安いアパート暮らしでつつましく生きたらどうですか。ううこんなはずじゃなかったのに。優秀な息子に養ってもらって、悠々自適な老後を送る予定だったのに。そのように言って泣く元義母。私はそっと電話を切って着信拒否をした。念のため接近禁止令も出してすぐに通報できるようにしておいた。まったく、親子ともども誰かに寄りかかることしか考えていないんだな。私は彼らを反面教師にして自立して生きるように心がけよう。そう思いながら、私は気合を入れ直して目の前の仕事に臨んだ。見栄から真実を話さず、身分不相応な生活を続ける夫、そして息子を疑わずに嫁ばかり責める義母。そんなクズな親子と縁を切れて本当に良かったですね。
主さんならちゃんと自立した生活が送れると思います。その過程で今度こそ素敵な男性と出会えるといいですね。これからの主さんの人生が幸せになることを祈っています。あなたは不出来な嫁だから嫁未満ってとこね。私たちが高級寿司をいただく姿を指をくわえてみてなさいな。ふ、わかりました。じゃあ今すぐ返しに行ってきます。私は三つの桶を順にテーブルにガッとひっくり返し、それを空にした。その光景に義母をはじめとする三人は呆然としている。忙しいならすぐに返しに行って差し上げましょうね。あなた何をしてるの。食べ物を粗末にするんじゃない。粗末になんてしてませんよ。床に叩き落としてもよかったんですよ。食べ物は粗末にできませんよね。人様に作っていただいたものですからね。だからテーブルに出して差し上げたんです。全部ネタが下になっちゃってますけど、美味しく召し上がれますよ。私の名前はのぞみ、27歳の会社員だ。夫のまさととは新婚ほやほやで、これから楽しい生活が待っているのだと信じて疑わなかった。というのも、交際中の夫はとても明るくて、ハキハキした人だった。裏表のない正直なところに惹かれたのだが、結婚早々暗雲が立ち込めている。なぜなら夫が家族を大切にする人だったから。しかしこの家族とは私ではない。彼の母親と姉を彼は大切に思い最優先にするのだ。これは盲点だった。こんな性格だと知っていれば結婚はしなかった。まだ籍を入れて間もないが、正直このまま夫婦を続けていけるのか自信がない。ねえ、今週末は母さんのところに行ける？出た。私の悩みの種はこれだ。結婚してからというもの、夫は毎週末この質問をする。彼は結婚するまで実家で義母と二人暮らしをしていた。ずっと暮らしていた場所に居心地の良さを感じることは理解できる。しかしこうして頻繁に聞いてくるのには訳がある。それは義姉の存在だ。彼女は数年前に結婚して義実家を出て行ったのだが、性格の不一致で離婚し、最近実家へ出戻った。それからというもの、ことあるごとに夫を呼びつけるのだ。しかも呼びつける理由の大半はお金だ。三人で食事に行こうなどと誘い出し、それにかかる費用はすべて夫持ち。大抵こんな扱われ方をされたら腹立たしいものだと思うのだが、夫はなぜかそれを頼られていると勘違いしている。義母と義姉は夫が自分たちの言うことを 100% 聞くものだから、最近では夫の妻である私のことも金づるとして引き込もうとしているようだ。だから義実家へは行きたくない。私は遠慮しておくよ。またあなただけ行ってきたらいいよ。二人も私がいたら気を使うでしょ。それがさ、のぞみも呼べって言うんだよね。よくよく考えたらさ、おかしな話だよね。のぞみ、結婚してから一度も俺の実家来てないでしょ。わかる。夫の言ってることは正しいと思う。しかしそれは義家族に問題のない場合だ。あなたの義家族は結構なくせ者だと思うわ。そうだけど私嫌なのよ。何が？理不尽にこき使われるの。は、それって母さんと姉ちゃんがのぞみに嫌なことをするって思ってるってこと？嫌なこと？うん、まあそうだね。二人があなたにしているようなことを私にしたら嫌だなって思ってる。それってどんなこと？私のお金を湯水のように使われること。そんなことするわけないよ。のぞみはお嫁さんだし。それにあの二人は俺の金を湯水のように使ったりなんてしないよ。
だから望みの稼ぎに2人が手をつけることはないから安心して。いや、あなた頻繁にお金使ってるじゃない。夕飯時に呼び出されては外食して、その代金はあなたが支払ってるでしょ。うん、そうだよ。それたかられてるって言うんじゃないの。ねえ、それ俺の家族に失礼なこと言ってるよ。たかられてるんじゃなくて、俺が出したくて出してるんだよ。母さんは年金暮らしだし、姉ちゃんは出戻りでお金ないからね。お金のない二人にご馳走するくらいいいじゃん。お母さん元教師でしょ。うん、そうだよ。うん、そうだよじゃないよ。だったら年金だって言い放うだろう。なぜそれに気がつかないのか。技師だって働けば済む話だ。家族に孝行をすることに関しては大いにやったらいいと思う。しかし親が子供のお金を当て込むことが気に入らない。しかもこの義母は元教師であることから、ご近所さんからは先生と呼ばれている。そのことが関係しているのかは謎だが、とても気ぐらいが高いのだ。そんな義母を見ていると、結婚前までは猫をかぶっていたのではないかと思えてしまうのだ。そして近所への体裁を気にする義母は、義士が離婚して出戻ったことをひた隠しにしている。それが義士にとっては好都合なようで、母親に存在を隠されているから働けないよねと一向に働こうとしない。この時代、働き方などいくらでもあるだろう。完全リモートワークで働くことだってできるのだ。それなのに義士は毎日自室に引きこもり、夫と外食へ行く時だけ遊びに来たと近所に触れ回って出かけていく。そんな義実家とできれば付き合いたくない。これが本音だ。しかし夫は私のそんな思いに気がついていない。というより、私の気持ちなどどうでもいいのだろう。今日もまた義実家へ行こうと声をかけてくるのだ。あのさ、行ってもいいけど、条件がある。よかった。何？ちゃんと私のこと守ってね。え、それはどういう意味で？私が嫌がることはさせないで。例えば？嫁いびりだよ。うん、わかった。でも母さんも姉ちゃんもそんなこと絶対しないから大丈夫だよ。何かあったら俺がちゃんとのぞみのことかばうから安心して。じゃあ週末は俺の実家に行くこと決定で。正直行きたくないけど、結婚した以上はそうも言ってはいられない。夫が本当に私を守ってくれるのか判断することもできる。そして結婚後初めて義実家へ行った。あら、お久しい顔じゃない。ご無沙汰してます。これくらいのジャブは甘んじて受けよう。確かに結婚して3ヶ月顔を出さなかったのは事実だ。義母からしたら面白くないだろう。じゃあ早速始めてちょうだい。何をでしょうか。何か約束をしていたのだろうか。私は夫に視線を向けた。しかし夫はニコニコと私と義母のやりとりを見ているだけ。あなた、そんなこともわからないの？3ヶ月分貯まっているでしょう。3ヶ月分ですか。ご奉公でしょう。はい。夫の実家に来てるのよ。早くエプロンを出して。持ってきていません。あなた、何しに来たの。マサト君、私は何しに来たのかな。まあまあ母さん、エプロンなんて持ってこなくても家のこときちんとやれば問題ないでしょ。は、そこじゃないんですけど。まったく、嫁の分際で夫の実家に来るのにエプロンも持ってこないなんて、お里が知れるわね。これは3ヶ月顔を出さなかったことへのお叱りなのか、それとも嫁いびり入門編なのか、
どっちだ。確かにな。結婚した以上は義実家での振る舞いってものがあるんだろうな。言い方に腹が立つけど、ある程度の手伝いはするべきなのだろう。わかりました。何かお手伝いすることはありますか？それはあなたが自分で判断することでしょう。え？まったく、今の子たちは言われないと動けないのよね。マサト君、私は何をすればいい？料理の手伝いかな。夫に幾度となく助け舟を出してほしくて、声をかけるも全くこちらの意を汲んでいない。イライラしながらも台所へ向かう。しかし義母がそれを止めるのだ。やめて。よそ者の作ったものなんて食べられたもんじゃない。私は振り返り夫を見る。これは嫁いびり中級編ではないだろうか。ふと下に視線をやると台所に紙くずが落ちている。私がそれを拾い上げようとすると、またも義母がそれを止めるのだ。うちのものに触らないで。ゴミが落ちていたから拾おうとしただけです。それだってうちのものよ。触らないでちょうだい。イライラがマックスへ達した。そうですか。では私がここにいる必要はないようですね。じゃ帰ります。え、ちょっと待って、今来たばかりでしょ。今来たばかりで、家のことをやれって言われて。やろうとすればよそ者は触るなと言われて、私がここに居残る必要はないよね。私は夫をにらみつけた。待ちなさい。お寿司を頼んであるから。高級なお寿司を。ほら、母さんもなんだかんだ言うけどちゃんとおもてなしを考えてくれてたんだよ。そこにタイミングよく寿司屋の出前が到着した。ほら、あなた出なさい。私はしぶしぶ玄関で対応した。そして出前を受け取り食卓に並べた。お姉ちゃん、ご飯よ。はーい。え、お姉さん今日いらしたんですか？当たり前じゃない。我が家で暮らしているのだから。え、ああ、なるほど。今日はね、お寿司屋さん忙しいのよ。だから食べ終わったらあなたが桶を返しに行ってあげてちょうだいね。あなたは不出来な嫁だから嫁未満ってとこね。私たちが高級寿司をいただく姿を指をくわえて見てなさいな。ふ、わかりました。じゃあ今すぐ返しに行ってきます。私は3つの桶を順にテーブルにガッとひっくり返し、それを空にした。その光景に義母をはじめとする3人は呆然としている。忙しいならすぐに返しに行って差し上げましょうね。あなた何をしてるの。食べ物を粗末にするんじゃない。粗末になんてしてませんよ。床に叩き落としてもよかったんですよ。食べ物は粗末にできませんよね。人様に作っていただいたものですからね。だからテーブルに出して差し上げたんです。全部ネタが下になっちゃってますけど、美味しく召し上がれますよ。のぞみ。あ、なんだよ。いや、ここには4人いるね。でも桶は3つしかないよね。これが何を意味してるかわかる？俺とのぞみは半分こかな。そんなわけねえだろ。これは嫁いびり。ハイレベル編じゃボケ。あなたは私との約束は破ったね。何かあったら私をかばうって言ったね。一つも果たせてねえわ、このボンクラ野郎。私はそのまま車に乗り込み、寿司屋へ向かった。寿司屋へ到着するとのれんがかかっていない。休憩に入ったのだろうか。
私が挨拶をしながら扉を開けると一人の男性と女性がこちらを見た。あの、すみません。桶を返しに来ました。おう、ありがとね。あんたは。あ、矢吹です。ああ、はいはい。先生のところのお嫁さんか。あんた、うちの寿司を食べたのは初めてかい？どうだい？寿司は美味しかったかい？すみません。どうした？お寿司は私がテーブルの上にひっくり返しました。ごめんなさい。おいおい、それまたどうして？私は嫁未満だから。お母さんは3人分しか頼んでくれなくて、私は食べられなかったんです。いや。でも、3人分ならあんたの分もあるだろう。いえ、離婚して出戻った義士の分です。え？あらやだ、お姉ちゃん離婚したの？はい、3ヶ月前に。あれ、聞いてないですか？ここのお寿司屋さんとは長い付き合いだって聞いてたんですけど。お姉さん離婚してから無職で引きこもっていますから。お母さんも年金が少ないって、主人が二人を支えているんです。なんてことなの。それでお金はマサトちゃんが払って、あなたの分は頼んでもらえなかったってことなのね。はい、そうです。私もカッとなってお寿司をテーブルの上にひっくり返したんです。せっかく作っていただいたのに申し訳ありません。確かにやったことはよくねえな。でもテーブルの上だ、食えねえことはねえだろ。そうよ、もし私だったらそんなんじゃ済まないわよ。ねえ、うちのお寿司食べてってよ。あの、でも休憩中では。問題ねえよ、食ってけ。ありがとうございます。私はお腹いっぱい美味しいお寿司を食べて大満足だ。大将たちはお金はいらないと言ってくれたが、そこはきちんとお支払いをした。そして私が義実家へ戻ると、テーブルの上にぶちまけたお寿司はなくなっていた。おかえり。あなた、どの面下げて帰ってきたのよ。この人めちゃくちゃ性格悪いよね。マサト、なんでこんな性根の腐ったやつと結婚なんてしたの？姉として恥ずかしいんだけど。あはは、性格のねじ曲がっている本性がバレて、離婚されたあなたには言われたくないです。は、あそこのお寿司とっても美味しかったです。あなた食べたの？はい、大将が休憩中に提供してくださいました。さすがはあなたのごひいきにしているお店ですね。でも仲良しさんなら隠し事はダメですよ。大将たち、あなたの娘が離婚して引きこもり無職だってこと知らなかったんですね。だから教えて差し上げました。嘘でしょ、やめて、恥ずかしいじゃないの。おい、のぞみ。なんだよ。お前、やっていいことと悪いことがあるだろ。じゃあお前のやるべきことはなんだよ。家族を守ることだ。その家族って誰のことだよ。母さんと姉ちゃんだ。あはは、だろうね。じゃあもうあんたいらないわ。離婚しましょう。え、なんで？なんで？そういうとこがうんざりなんだよ。私は夫を置いて義実家を出た。夫も遅れて帰ってきたようだが、仕事に必要なものだけ玄関の外に置いておいたらいつの間にかなくなっていた。その後、私と夫は離婚した。結婚生活は半年も持たなかったが、式を挙げていなかっただけマシかな。
そして義実家の面々は今ご近所さんの間で噂の的になっている。嘘つき嫁いびりばあさんと引きこもり無職の娘、そして妻を守れず半年もたずで離婚された情けない息子としてね。まあ私も大概だよね。だって義母がご近所さんに義士のことを隠していることは知ってたからね。それをあえてお寿司屋さんでぶちまけたわけだから。でも全然悪いとは思っていない。ざまあみろと思っている。離婚したばかりの頃はあの二人を元夫が懸命に支えていたようだが、彼はある日突然行方不明となったそうだ。ただ搾取されているだけって気がついちゃったのかもね。元夫がいなくなってからはパタリとお寿司を頼むことがなくなったそうだ。あれからちょこちょこお邪魔させてもらっているお寿司屋のおかみさんが教えてくれた。あなたはまだ若いんだから、こんな小さなつまずきで足踏みしてちゃダメよ。先に進みなさいね。そうですね。でも今は仕事優先で。またここの美味しいお寿司が食べたいし。確かにおかみさんの言う通り、離婚はもう過去のものとなっている。それでも今はまた誰かを慕うことなど想像できない。何年かかるかわからないけど、また誰かを好きになるその時まで仕事を頑張ろうと思う。あっという間に終わりを迎えた結婚生活でしたけど、決断は早い方がいいと思います。若ければ若いだけ人生やり直しが効きますからね。のぞみさんの新たなスタートを応援しています。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか？チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。